はい。では、二つ目の体操いきますね。二つ目はですね、まずね、足をこう楽にしてみます。で、右足で結構ぐーっと上にこう上げてみてください。上に上げます。で、両手ですね、ぐっと押します。で、このまま足は胸の方に行こうとする。手は下の方ということで、ここで息を吸って吐いて、一呼吸で、5呼吸保ってみて。吸って吐いて2呼吸。吸って吐いて3呼吸。吸って吐いて4呼吸。吸って吐いて5呼吸。で、息吸って。で、また、あーで、足を楽にして。息をね、吐きますよ。声を出します。で、目をつぶってあげると自分の体に意識が向けやすくなりますので、目をつぶってもらってもいいです。で、目をつぶるとね、ちょっと怖いよとかいう方は目を開けててもらってもいいです。これをね、今度左足もやってみましょう。両手で左のももを押してもらって、足は胸の、手はグッと。で、このまま鼻から息吸って、で、吸って吐いて一呼吸。吸って吐いて二呼吸。五呼吸保吸って吐いて3呼吸。吸って吐いて4呼吸。吸って吐いて5呼吸。で、息吸って。で、足、手を楽にして、こう力が抜けてるのを感じてみて。で、結構ですね、もう精神的なこうダメージが強い人っていうのはなかなかですね、例えば体をなんかこう動かしたくないなとか、ましてやね、こう歩いてみましょうとか、猛烈なこうなんかダンスをしてみましょうとかっていうと、なかなかですね、ちょっと難しいものがありますね。ですが、こういうことだったら少し、ちょっとだけです。まあ、椅子に座ってもできるので、ちょっとだけの動きを少しずつ積み重ねていくと、だんだんですね、体から心に影響を与えて、で、少しね、心がこう、気分が楽になったりとか、なんかちょっと少し、なんか心が軽くなったなということも起こります。なので、これをね、こういうちょっとの運動でいいので、少しずつ少しずつ、ゆっくりです。ゆっくりゆっくりこう、していくっていうのをちょっと心がけてみてください。では、これがね、二つ目の体操でした。ありがとうございます。